領域についての第3回テキストオンページ開いてください。連立不等式の表す領域ということについてお話しいたします。一般に2行目。2つ以上の不等式を同時に満たす点全体の表す領域。このを考えます。2つ以上の不等式が与えられたときにそれを同時に満たす。共に満たす。そういう点の全体。それは それぞれの不等式を表す領域の共通部分であるんですね。まあ当たり前の話でありますね。4行目例がありますが、連立不等式 x、x プラス y マイナス1が0より大、かつ 3x マイナス 2y プラス7が0より小。連立不等式ってのは、かつっていう条件で結ばれているわけです。2つの条件を等に満足すべきであるわけですから、したがって1つのずつの不等式、 例えばこの場合で言えば X プラスス Y マイナ1が0より大それの表す領域を A3x-2y マイナスプラス7が0より小これの不等式の表す領域を B とすると A に入っていてかつ B にも入っているそういう点全体の集合は集合で言えば7行目に書いてあるように集合ラージ a b の共通部分あるいは交わりと呼ばれるう集合になるわけですね。 で従って、それを図示すると、右の図のように、二直線の、まあこの場合は結果的にはですね、二直線のいずれの上にもある、というものになります。集合 A というのが、Y 大なりマイナス X プラス1。Y がマイナス X プラス1という直線の上側ということですね。そしてまたもう一つ、集合 B の方が、Y が えー、大なり、2分の 3x プラス2分の7。なんですから、y 以降2分の 3x プラス2分の7。直線の上側。いずれの直線の上側。そういうふうにして答えが出てくる。ということです。連立不等式の表す領域というのは非常に重要なテーマでありますが、その基礎にある考え方。これは共通部分を求める。これに尽きているわけです。 そのことを問い、10行目、11行目の問い、練習いたしましょう。不等式がいくつ出てきても、その共通部分を取るという思想は全く同じです。13行目、例題やりましょう。次の連立不等式の表す領域を図示しなさいと言うんですけども、今度は、丸1の方に、XY の2次不等式が出てくる。 えー、括弧2番では3丸3丸4で丸3丸4どちらにも二次不等式が出てくるということであります。二次不等式が出てくると難しそうな気がしますが、実はそんなことはないわけですね。丸1の表す領域これは丸1が元も々ともと原点を中心とし半径が2の円の内部を表す。そういうことが分かっているとその円の内部という範囲と不等式丸2 これは直線 y イコール 2x-2 という直線の下側。その方両方の部分に入っているということで。円の内部に入っており、かつ直線 y イコール -2x-2 の下側ということで、えー、図のような、えー、円の弓形の内部と、えー、いうことになります。境界線は含まないということになりますね。この時に話がですね、えー、複雑になるのは実は 話を先取りして言いますと丸5ページの2番のように不等式の片方には不等号であってもう一つには等号付きの不等号になっているこういう場合はちょっと嫌らしいわけですでも私たちの問題では4ページの例題の1番では両方とも不等号とかに等号が付いてませんねですから境界線は含まないと気楽に言えます他方2番の方では丸3・4どちらにも等号が入ってますね で、丸三の方は、原点を中心とする半径が4の円の周および内部。丸四の方は、原点を中心とする半径が2の円の周および外部ということになるわけですね。で、従って、私たちは、丸三かつ丸四の表す領域。で、これは、原点を中心とする半径が4の円と半径が2の円。二つの同心円。 中心を共有する二つの円ですね。その同心円で挟まれたドーナツ状の領域というか、円、えー、なんて言ったらいいんですか、あの、二、えー、つの円の間の範囲ですね。えー、であって、で、境界線を含む。と、こういうふうになるわけです。ですから、不等式の両方に統合が入ってない。両方に統合が入っている。いずれかの場合は、境界線を含むとか、ただし境界線は含まない。こう言えば済むわけですが、 片っぽだけに統合が入っている。そういうような場合については、少し扱いを慎重にしなければいけない。丁寧に書かなければならないわけです。ちょっとその問題について触れておきましょうか。えー、丸4のページのですね、カッコ1番で、仮にですよ。仮に、1番の方にだけ統合が入っているとしますね。X の乗プラス Y の乗が4以下。で、丸2の方には不統合。統合がついてなかったと。 いたします。そうすると答えはどうなるかっていうと、答えを書くときに、19行目、20行目に、ただし境界線は含まないと、こう、気楽には言えないわけです。ただし、境界線のうち、円の境界線については含む。直線の境界線については含まない。まあ、このくらいのことは言えんですが、こういうふうに言うと矛盾してしまうわけですね。なぜならば、円の境界線上にあって、かつ直線の境界線上にもある。そういう点が2つあるわけです。 具体的に言えば、一つの点は点0-2ですね。y 軸上の点。もう一つの点は、まあ、計算してませんから分かりますあの、座標はさっと言えませんけれども、おまあ、右上に、第一表現にある点になります。ですから、そういう時にはどういうふうにするかっていうと、しばしば、あやるのは、実線の境界線と点線の境界線で表すわけですね。直線の方は点線で表し、円の方は実線で表す。 でそして、円と直線の交点のところは白丸印、表しまして、ただし白丸印の点は含まないとか、黒丸印の点は含むとかって、こういうふうにやるわけですで。私たちの場合は、含むかつ含まないっていう条件だと、含まないっていう条件が優先されますので、え先ほどの円と直線との交点、二つの交点は、両方とも白丸印で表現されるということになるわけです。 このような立場でですね、丸5ページの問い、やってみてください。丸5ページの問い、そんなに大して難しくはありません。その次に例題があります。実践的には、この例題のような問題が最も大切かと思います。x プラス y マイナス4という一時式と x、2x マイナス y マイナス1という一時式、その積が0より小。 こういうふうに不等式が与えられた場合、その不等式で表す領域はどうなるかという問題です。まあ、技巧的な問題でありますけれども、意外に数学ではよく出てくるんですね。でこの時に、この不等式をの表す範囲を図示するには、一番まともな解法は、この解のように順与えられた不等式は、積が負ってなってますから、二つの積の因数のうち、一方が正で他方が負って、 という条件に書き直すということですね。すなわち、x プラス y マイナス4が0より大、かつ 2x マイナス y マイナス1が0より小であるか。または、x プラス y マイナス4が0より小、かつ 2x マイナス y マイナス1が0より大であるか。これと同値である。1丸1または丸2と同値であると。こういうふうに持ってくるということですね。で、丸1と丸2は連立不等式でありますので、 丸四ページの4行目の例でやったようにして解くことができるわけです。で、丸一丸二の表す範囲、それぞれ図示しますね。丸一の方は直線 y イコールマイナス x プラス4の上側と y イコール 2x マイナス1の上側。反対に、丸二の方は直線 y イコールマイナス x プラス4の下側。 でそういうふうにして12、えー、の表す範囲それをあの両方と求めて1または2ですからそれらの範囲を合わせてやるうこういうふうにすればよいっていうことですね。1、えー、の表す領域と2の表す領域の和集合14行目この和集合っていうのが ポイントですね。丸1の表す領域、丸2の表す領域を考えるときに、それぞれ丸1を構成している2つの不等式の表す領域の共通部分、丸2についても共通部分を、まず共通部分を求めておいて、その共通部分同士の和集合というふうに捉えるということです。でこのようなあことがしっかり分かれば、17行目、18行目の問い、簡単に解決できるはずです。ところで、この問題については実は、 前回お話しした、正領域不領域っていう考え方。これをマスターしていると、すごくいいことがあるわけですね。というのはどういうことかというと、与えられた9行目の不等式でありますが、この左辺。この左辺をですね、x と y についての関数と見て、例えば f カッコ x,y カッコ閉じる。こういうふうに表しているわけです。f カッコ 開いて X Y 閉じるこういう表現は二変数関数というやつで高等学校では正式には勉強しないわけでありますけれども,もう慣れてくれば皆さんにとって何でもない式です。fxy というのはすなわち9行目の不等式の左辺を表す式だと。要するに与えられた不等式の表す範囲とは関数 fxy が0より小となるような 点 xy の全体。言い換えれば関数 fxy の不良域。それを図とる。そういうことであるわけですね。その fxy の不良域を図示するにはどうしたらいいかというと、fxy という関数の正領域と不良域の境界線となる線。すなわち、fxy イコールゼロを満たす。そういう点 xy。 をまず、図示するということです。fxy イコール0というのは何かというと、具体的には9行目に出ている不等式。これをイコール0にしているだけですね。で、えー、2つの式。積が0ロというのは、少なくとも一方が0ということで、x プラス y マイナス4が0、または 2x マイナス y マイナス1が0ロということですね。要するに、2直線の方程式が出てくるわけです。 その二直線を XY 平面に書いてありますね。その二直線を引くことによって、XY 平面全体は四つの範囲に分けられるわけです。四つの範囲というのは、実際には私たち、13行目から下に書いてあるようなその図になるわけですけど、その四つの範囲に分けられたときに、私たちの考えたい FXY の不良域っていうのは一体どこにあるのかなそれをその判定すればいいというわけですね。 で、例えば、原点00っていう点。で、これは、あこの4つの領域のうちの1つの中に入っているっていうこと。これはあ明らかになりますね。と、原点00。これを fxy に代入してやります。f の00っていう値を考えるということです。x と y に00を代入すると、最初の因数がマイナス4。その次の因数がマイナス1となって、マイナス 4× マイナス1はプラスの4ですから、 f の 00, 00は正となるわけですね。ということは、原点は fxy の正領域に入っている。正領域ということ、原点が正領域であるということは、その正領域の隣、例えばこの場合、私たちは1という記号が書いてあるところ、この原点を含む領域の上隣になりますね。上隣は不領域、不領域のまた隣、それは正領域。 正領域のまた隣。それが実際は丸2というので表されているやつですが、それが不領域。正領域、不領域不、正領域、不領域って、そういうふうに順番に切り替わっているはずだ。こういうふうにして解くこともできるということです。ところで、皆さんの中に、例えば私たちは原点00っていうのを取ってきただけで、その原点を含む範囲、それが全部、 関数 fxy の整領域であると断定しましたけどもしかして原点はよくても例えばマイナス1マイナス1なんていう点あるいはマイナス3マイナス4なんていう点そういう点を取ってきてやったら話が違ってくることあるんじゃないですかそういうふうに疑問に持つ人いらっしゃるんじゃないでしょうかそういうふうな論理的あるいは理論的なことに興味を持つようになったら皆さんの数学力も本物です で、そのような疑問を持つ人のために、一言答えておきましょう。もし、例えば、原点が正領域であって、で、かつ、F、えっ、ー、と、例えば、点、マイナス1、プラス1っていう点、ね、X 座標がマイナス1、プラス1っていう点、それが、もし、不領域になったと不領域に属する点になったとしますね、と、原点と点、マイナス1、1を結ぶ適当な道を考えます。その道を考えたときに、 その道のどこかで関数 fx の値は正の値から負の値に切り替わるはずです。と、正の値から負の値に変わるとすれば途中でいつかは0っていう値を取るはずですね。ということは関数 fxy の値が0となるそういう境界線を通るはずです。でその fxy が0となる境界線はすでに私たちは最初に考えたように 交わる二直線として求めてるわけですね。私たちが最初に書いた交わる二直線と交わることなしに原点と、例えば点マイナス1、1という点を結ぶ、そういう経路があるということは、点、原点が正領域であるならば、点マイナス1、1も正領域に入っている。こういうことが断定できるということなんですね。 わかりますかそういうわけで、まあ原則として、正領域の隣は不領域、不領域の隣は正領域、こういうふうに話をしてもよいということです。この正領域、不領域の考え方、マスターすると、あ、この考え方とても便利だと。それだったら、この考え方を利用して、丸4ページの4行目の例、こういうのも解くことができるんじゃないかと,というふうに思うかもしれませんが、それはそんな簡単ではありません。これは連立不等式でありますから、連立不等式の範囲、 を図示しようと言われたらそれぞれの不等式を表す範囲それをまずきちっと出さなければならないわけですねそれぞれの不等式がなどこを表すかそれを考えるときにはもちろん今の正領域不領域の考え方を使うことができるわけですすなわちテキスト ④ ページの4行目の例で言えば最初の不等式 Fxy として x プラス y マイナス1という関数を考えたとします その f x y を x+y-1 としたときに例えば原点 x に 0y に0を代入しますそうするとこの不等式は満たされない従って x+y-1 プラスが0より大関数 fxy の正領域は原点を含まない側であるとこういうふうに断定することができるわけですねで同様に2番目の不等式 3x-2y+70 プラスより小 左辺を G, X, Y, カッコ閉じる。こういうふうに表したとします。G, X, Y っていうふうに表したときに原点を代入してやります。で、そうすると、00を代入すると7が0より小ってなって矛盾します。ということは、原点、えー、はそのおこ、えー、G, X, Y のお不領域には入っていないということですね。で、従って原点を含まないかこういうふうに言うことができるということです。 性領域不領域っていう考え方は、なかなか強力な考え方であるということを分かっていただけたでしょうか